競馬ファンの皆さん、こんにちは。 BS フジお台場競馬王、競馬予想の頼れる男たち第2回配信スタートです。皆さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ではお一方ずつご紹介してまいりましょう。まずは日刊スポーツ本誌、松田直樹記者です。お願いいたします。よろしくお願いします。前回フェブラリーステークス、なんとここでの予想3戦3勝。そうですね、推奨したレースが全部当たったっていうのが、はい、なかなかこういう媒体に出て歩くことじゃないので今日も頑張りたいと思います。はい、私も乗らせていただきまして、美味しい思いさせていただきました。ありがとうございます。今週も頑張ります。はい、はい、さあ、そしてもう一方、レース室マトリックス予想、立川優馬さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。立川さんは、小倉のメイン重賞競争を的中ということですね。そうですね、印的には白三角20マイルという形だったんですけど、はい、まあ、海面はちょっとね、フォーカス抜けてしまったので、今回はしっかりガッツリ当てていきたいと思います。はい、じゃあ私と同じ福島県会津高校の出身ですから、はい、頑張ってくださいよ。はい、お願いいたします。まずではですね、本題に移っていく前に、立川さんのレース室マトリックス予想、これはどういうものなのかという解説をちょっとここだけ簡単にお願いしてもよろしいでしょうか。はい、私こからレース室マトリックスという書籍を出しているんですけれども、普段皆さんがこの馬いつ走るのかなとか、この馬今回どうかなというような形で馬単位で予想をしているところがあると思うんですけども、はい、私の場合、今回のレースはどんなレースになるかなというところを、例えば馬場状態とか、うん、あるいはコース形態とか、あるいはメンバーの、まあ、隊列ですね、どういう枠の並びでどういう隊列になるのかとか、そういったところを中心にどんなレースの質になるのかというのを、まあ、枠順と枠順、客室、ローテ、ペース、この4つで分類しまして、まあ、こんな形でですね、走る馬のゾーンと走らな、その馬が走れないゾーン、例えばこのレースは内枠先行有利のレースですよというふうになったら、この赤いところのゾーンの馬だけを取ると、で、その中でも、もしスローペース、延長ローテということで、それが有利な条件ですよという話になれば、その馬をさらに軸にして、うん、赤いところに流していくと、はい、で青いところの、まあ、外枠の差し馬というのはみんな切ってしまおうというような、まあ、競馬を全部2分の1で捉えようというような予想のようになっています。はい、まずはこう俯瞰で見てから徐々にこう切り込んでいこうというような、ね、感じですよね。はい、はい、ということで今回は高松宮記念ということになりますけれども、どんな予想になりますか。その枠順をご覧いただきます。令和4年の G1 第2弾高松の宮記念第52回です。というこの18頭のメンバー、ご覧になっていただけてますでしょうか。現在のところ、この一番人気で言いますと、レシステンシア7番ですよね。あとは2番人気、3番人気は外枠ですか、メイケイエール、グレナディアガーツということになるかと思いますけれども、ざっとこのメンバーをご覧になって、松田さん、どんな感想でしょうか。はい、そうですね、まあ、今年の高松の野球の一番の特徴って、はい、1200m の G1 勝ってる馬がいないということかと思うんですよね。まあ、今までだったら、例えば、まあモズスーパーフレアがいたりとか、まあ、長らく活躍してた西雲恒星という馬がいたりとか、うん、そういったそのスプリント G1 を勝ってた馬が、毎年のように出てたんですけども、はい、今年に関してはその馬たちがいなくて、まあ、去年のね、ビクシーナイトっていう、スプリンターズステークスを勝った馬がいるんですけれども、その馬っていうのも去年の香港で骨折して、先生離脱中ということもありますし、はい、1200m の G1 がいないので、うん、少し混戦模様なのかなっていうような印象を受けますね。しますよね。はい、はい、立川さんはどう捉えてらっしゃいますか。そうですね、今ちょっと話にも出たんですけど、うん、モズスーパーフレアっていう馬は、近年のスプリント G1中小も含めてですけど、必ず出てきていて、まあ、決まったラップを刻んでくれる馬だった、そして逃げる馬だったというところもあるんですけども、まあ、その馬がいなくなったことによって、まあ、どういうペースになるのかとか、うん、何を最初の予想のきっかけにするかというのがなくなったという面では、難しく、予想自体がだいぶ難しくなったかな、この馬がいなくなったことでというのは思いますね。はいはいはい。さあ、そしてこれ松田さんにもお伺いたいんですが、はい、
ドバイと同時期の開催で、はい、ジョッキーの顔ぶれという意味でも、まあ、よくあの初心者の方がね、ルメールジョッキーから買いますみたいな感じ で、ね、素直に買って当たるみたいな流れが、はい、ちょっと今回どうでしょうか、その辺どうなんですかね、まあ僕そんなに何も考えてないっていうのは正直なところなんですけれどもはい、はい、あのね、ルメールジョッキーがいなかったり、はい、まあ、ミルコ・デムールジョッキーがいなかったり、ね、あとはね、川田ジョッキーがいなかったり、はいはい、あのJRA の今中心というか上から数えるトップジョッキーたちがドバイに行ってるっていうのはあるんですけれども、はい、例えばね、あの福永ジョッキー、今週グレナディアガジンになりますけれども、あの記者会見で、うん、あの中京の勝率、戦利の勝率自分が一番いいと思うんだけどみたいな話も自らされてて、はい、実際に調べてみると、2012年以降、うん、中京の芝戦、あの中京のコースが改修されてからの勝率自体っていうのは、うん、福永さんが一番良かったりとかするので、なるほど、そういう意味ではこうジョッキー、はい、まあ、名前がビッグネームたちがいないっていうのはありますけれども、はい、あの手だれが揃ってるっていう、はい、印象ですよね。いうことですかね。はい。立川さんはそのあたりいかがでしょうか。そうですね、うん、私はあんまり騎手のリーディングで何かを決めるってことはあんまないんですけども、はい、騎手にもいろいろタイプがあって、例えば川田ジョッキーですと先行しやすいとか、あとデブロジョッキーですと、まくり、はい、外まくり決めやすいとか、そういうのがあるので、ただ高松宮記念という、まあ、1200メートルの、うん、重賞においてはあんまりそういったあの性質っていうのが関わってくること少ないかな、馬の力の方の問題になってくるかなと思うので、はいはいはい、そんなに気にしていないですね、私はあんまり気にしない感じで。さあ、そしてですね、グレナディアガーズ、サリオス、そういった初の1200メートル挑戦組、この G1 の舞台で松田さんどう評価するかですよね。はい、そうですね、まあ、はい、1200m 初めての馬たち、確かに、ね、この G1 馬なんですよね、朝日杯ジョッキーステークスを勝っている2頭が今回 1200m 初めてだっていうところで、はい、注目を集めるかと思うんですけれども、はい、まあ、俺は待ってるぜっていうのが2006年に、うん、まあ、高松宮記念初めての 1200m とかって、はい、翌年の鈴鹿フェニックス、2007年もあの初めての 1200m とか勝ってるっていうのもありますし、うん、去年、一昨年なんか、うん、2、3着馬、両方とも全部初めて1200の馬だったんですよね。なので、そこまでかなと思ってます、正直なところ。はいはい、まあ、去年、一昨年と、2、3着馬が道割れの、あ、2、3着馬が 1200m の組だ初めての組だったんですけれども、うん、去年、おととし、道割れの競馬っていうところで、まあ、今年に少し通じるところがあるかなと思いますし、うんうん、タフな競馬場、タフな馬場になったときに、やはりこう前でそれなりに実績があって、あの脚力がある馬たちは、1200メートル中距離の舞台だったら、こなせていいんじゃないかなというのは、うん、まあ、去年、おととしの結果から、僕はちょっとそういったところを考えますね。はいはいはい、立川さんは、この2頭のタイトルホースについては。そうですね、この後の予想にも関わってくるんですけど、はい、中京の芝 1200m というコースの特徴というのは、まあ、発走地点が上り坂になっているということなんですね。スプリンターズステークスが行われる中山の戦にというのは、発走地点から下り坂になっているんですけど、うん、そのせいで、点の速度がだいぶ違うんですね。はい、マイル組とか専用組とかが何に一番苦労するかというと、やっぱり点の追走なんですけども、うん、まあ、スプリンターズステークスだったら32秒半ばとかになったりすることもありますし、多分高松の宮だと多分33秒、今年なんかは多分後半から、まあ、あってなかばぐらいぐらいのスピードなんで、はい、だったらマイル組でも全然追走に負けしないということで、うん、はいはい、心配しなくてもいいかなと思います。はい、わかりました。さて、この生配信ですね、皆様からのコメントお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速ね、もういっぱい届いてますけれどもね、はい、ドバイ遠征で有力騎手不在なんていうのをね、入れていただいたりもしています。ありがとうございます。さて、では早速皆さんの予想を一斉に上げていただくということでよろしいでしょうか。お願いいたします。はい、私もちょっと書かせていただきました。ドン。はい、では早速松田さんから参りましょうか。
はい、お願いいたします。20丸がダイアトニックというところからスタートしたいと思います。はい、そうですね、まあ、本当に今週はどこから予想を始めようかなって思ったら、はい、馬場傾向ってどうなるんだろうというところから、うんうん、もう本当先週の時点で、はい、週末雨が降る、中京の近辺はかなりの雨が降るっていうような、まあ、予報になってましたし、はい、どうしようかなって本当ずっと悩んでたんですよね。実際、まあ、今日もね、あの土曜日の時点でかなり雨降っていて、まあ、馬場もそれなりにちょっとなっていうような、競馬だったんですけれども、うん、となると、まあ、明日雨は止んで気温がそれなりに上がるっていうのはあるんですけれども、うん、道ある残る、はい、両馬場パンパンじゃないとなると、はい、まあ、どこまで回復するかっていうのはあると思うんですけれども、はい、ある程度その馬場への対応力がある馬っていうのをまず基準に考えて、うん、なおかつ実力がある馬っていうのを狙おうというところで、うん、僕はダイアトニックっていう馬を多めにしたんですけれども、ね、この馬、一昨年3着に敗れていて、はいはい、まあ、僕、一昨年も本命にしてるんですけれども、まあ、当時はやはりこう何が一番悔しかったかって直線で残り 150m ぐらいのところで、あのクリノガウディっていう馬が少し内に切れ込むような形で、はい、あの進路がダイアトニックなくなっちゃったんですよね。うん、思い切りこう頭を上げてで最後伸び直してるんで、やっぱりそこの手応え的にもあのその不利がなければ僕は勝ってたと思ってるんですよね。うん、で、まあ、そこから秋また G1 頑張って取ろうかって言ってスプリンターズステークスに行ったんですけども、まあ、結果が出なくて、うん、その後に骨折して、はい、まあ、1年弱11ヶ月ほどなんですけども、はい、ちょっと休養期間挟んでようやくその休養明け参戦して前走の阪急杯勝ったことでようやく馬が戻ってきたなっていうような競馬だったんですよね。はいはい、まあ、その前走っていうのが阪急杯だったんですけれども、うん、あの2年前の時は初めての1004の宮記念に向けて1004でも位置を取りに行くような積極的な競馬をしたんですけれども、今年の方はもう押さず、手綱を押さずとも自分が前進規制を持ったまま最初鼻に立っても本当に行きたがるような係員ぐらいの本当に前進規制があって、うん、はい、で、まあ、行きたい馬を迂回して3番手に収まって最後こう狭いところから抜けてくる、内ラチ1等分抜けてくるっていうような、あの本当に気持ちも切れてないですし、うん、あのフィジカル的にもあのまだまだやれるんじゃないかなって思わせる競馬をしてくれたので、はい、まあ、それがそのここに帰って戻ってきたというところなんですけども、まあ、7歳なったとはいえ、まあ、その使ってない時期だったり、うん、まあ、回数自体そんな多く使ってないんで、うん、まだまだ本当やれるっていうのと、うん、まあ、その馬場への適応力ですよね、はい、2年前3着だった時っていうのは道割の競馬だったっていうのもありますから、あの馬場がどこまで回復するかっていうのはあるんですけれども、うん、マイナス要素っていうのは特にないんじゃないかというところですね。はい、はい、7歳がここでっていうところですね。そうですね、はい、そこでちょっとここでご案内がございます。YouTube でご覧いただいている方、ちょっと音声のトラブルが発生しているかもしれません。BS 富士オンデマンドでご視聴いただければというふうにも思います。BS 富士のホームページ、BS 富士オンデマンドでご視聴いただければというふうにも思います。合わせてご利用ください。お願いいたします。さて、ではこのダイアトニックに関しては、立川さんに伺っておきます。立川さんもクロス三角で入ってますね。はい、はい、まあ、ほとんど見解としてはまあ同じようなところなんですけれども、はい、ダイアトニックっていう馬は、まあ、阪急杯に関しては、まあ、安城の好騎乗があったということはまあ間違いなくて、内枠ラチド有利のところで、初馬決めて、内に入れたっていうところは、まあ、恵まれたは恵まれたんですけど、まあ、それでも2走前の金牌の内容を見ても、まあ、特徴はなったかなっていうふうには思います。はい、私今回の予想に関しては、基本的に距離短縮ローテの馬を重視していて、この後またロータスランドのところでもお話しますけども、はい、前走先行している馬というのを、評価しておりますので、うん、ダイアトニックもそれに当てはまるので、うん、上位の方で評価している。ただちょっと、内目の方が馬場はいいかなっていうふうに思っているので、外枠っていう意味で黒三角に落としているというだけで、私も内を引いたら本命にしようかなっていうふうに思っていた馬ですね。これはもうね、枠次第だったというところになりますかね。
さあではそこで流れで名前が挙がりましたロータスランド20丸、立川さんお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、ロータスランドの話をする前に、まずじゃ高松宮記念をどういうふうなレース室で撮っているのかって話なんですけれども、私今回高松宮記念は内枠、差し、短縮というレース室で撮っています。はい、で実はあの先週ファルコンステックスがあって、同じ、中距離の短距離制御と制人の違いありますけど、はい、先週のファルコンステックス体制リバインを本命にしまして、3連単22万馬券かな、的中したんですけども、まあ、同じアプローチで、まあ、B コースに変わるとはいえ、まあ、雨の影響など同じですし、まあ、あそこまでは多分点は速くならないとは思うんですが、うん、同じアプローチで帰ろうかなということで、うん、まず、内枠差し短縮、同じアプローチで入っているというところです。で、なんでこうなるのかということなんですけど、はい、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたが、中距離の芝 1200m っていうのは特徴がいくつかありまして、まずあの発走地点から緩やかな上り坂が続く、このことで、点が速くなりにくいという、それと、3、4コーナーが、まあ、鋭角なスパイラルカーブになっておりまして、加速しながら回ると外に振られやすいので、インをタイトに回った馬っていうのが、ポジション差を得られる内枠が有利なコースであるということ、そして直線に急坂がある上に、馬場造成が基本的にタフな芝ということで、持久力勝負になりやすいということで、まあ、短縮ローテル有利になりやすいコースであると、はい、いうのがまずコースの形態として特徴がありまして、まあ、その高速馬場だったらちょっと先行有利に動かしてみようかなとか、内側で出たら外枠有利に動かしてみようかなというふうにするんですけど、まあ、今回まあ B コース代わり、まあ、で、まあ、そこまで外差しにはならない、もともと外も悪い馬場なので相対的に内がいいだろうということで、まあ、コースが持つ霊質そのまま内枠差し短縮で取っているということです。はい、その、距離短縮、なぜロータスランドなのかということなんですけど、こちらをちょっと見ていただいて、はいはい、これがあと過去3年の高松宮記念の高層馬1、3着馬なんですけど、まあ、ご覧になって分かる通り、この赤い馬ですね、基本的に距離短縮の馬が強いと、あ、はい、やっぱり1200メインの馬より距離短縮の方が馬が強いということと、プラスその緑のマークがついている馬っていうのは前走先行した上で今回距離短縮ローテだった馬ということなんですね。でこれは何かというと、まあ、距離短縮ローテというのは私の理論では、持続力を補完するということで長く足が使えるようになるということなんですけど、そうなると、追走面でのちょっと心配が出てくると、距離短縮ローテになるので、それを前走先行しているということで若干補完する、前走先行しているぐらいのスピードがあれば距離短縮で短い距離になってもある程度位置は取れるでしょう、うん、ということで、まあさすがに G1 の 1200m というスピード勝負になれば、まあある程度追走面での担保が必要だということで、まあ前走先行している距離短縮馬がよく走っていると。で、あの2020年はちょっと下にも書きましたけど、クリオガウディが一着膠着となってますが、はい、このクリナガウディも前走先行の距離短縮ね、なのでかなり走っていると。これに今回該当するのが、まあ、ロータスランド、ダイアトニック、うん、それとサンライズオネスト、うん、クリナガウディの4頭になりますかね、うん、になるんですけど、さすがにちょっとサンライズオネストは、まあ、これまでの戦績とか見ても能力的に若干まだ足りないかなというところもあったので、この3頭の残り3頭のうち一番内の馬、これがロータスランドだったので、ロータスランドを本命に取ったというところです。はいはい、でロータスランドに関しては、道割実績もありますし、うん、そして、構想した経験もありますので、まあ、走る条件は揃ったかなというふうに思っています。で実際もう少し内枠なら良かったかなと思ってたんですけども、はい、まあ、9番枠しかもちょっと雨の影響も結構強そうなので、
まあ、最打ちを避けて走れる9番枠というのは結果的に良かったのかなというふうにも思っているところです。うん、なるほどね。以上です。はい、私も2番目に名前を挙げておりますので、ロータスランドちょっと自信がついてまいりましたが、松田さんはこのロータスランドに関してはそうですね、印回らなかったんですよね。打てるんだったら打ちたいなと思ったんですけども、ちょっとね、なんか他の馬との兼ね合いです、本当に。まあそうですね、はい、そこででも来たかなと言ってますよ、ね、そうですね、はい、はい、さあ、そして3頭目に伺うのがレシステンシアということになりますが、これは松田さんお願いいたします。そうですね、あの、僕対抗に挙げてはいるんですけども、はい、やっぱりこう1200m の、G1 で2着3回って、はい、で、まあ、はい、国内の2着2回の時勝ったのたちもいないですからね、はいはい、その相手関係だけ比較してしまうと、あの、まあ、この馬が本当は実績的には一番最上位にはいるかなと思うんですが、はい、まあ、どんな競馬ができるのもあるし、まあ、先行しても、指しても、いいっていうのはあるんですけども、やっぱりこうワンパンチ足りないっていうのはなんか引っかかってしまうんですよね。で今回それに加えて、はい、馬体重少し、木曜日発表時点で528キロなんですけれども、これ過去最高で、はい、まあ、どこまで絞れてくるのかなっていうのは確かにあるんですけれども、やはりこう牝馬なので今年明け5歳になってきて、うん、香港帰り初戦というところで、うん、まあ当然ノーザンファーム、信楽牧場で、まあ、放牧されて、期待を直されているというところもあって、はい、まあ、この牧場さんは仕上げるノウハウっていうのは、まあ、当然蓄積からしてるんですけれども、その馬の年齢から来る、まあ、牝馬の5歳になってきて、うん、約年が明けてちょっと絞りにくくなってるのかなっていうのは少し引っかかってしまったんですよね。ただ横山武史ジョッキーって、はい、あの非常に前に行かせたらうまいジョッキーで、うん、これはあのいろんな関係者の方が、言っているんですけれども、うん、位置を取りに行って、あの足を余すことなく使わせる競馬っていうのが非常にうまい、ジョッキーだということを話をされていて、まあ、まさにその去年の年度代表馬になったエフフォーリアってそういう競馬をこのジョッキーが教え込んできて、はい、やってきたっていう馬なんですけれども、まあ、今回ね、ジョッキー点取りになるんですけれども、うん、レシステンシア自体はいろんなジョッキーが乗って、まあ、勝ったり、まあ、勝ち負けをずっと繰り返してきた馬ではあるので、その横山武史ジョッキーの、その前に行かせて足を使い切らせるっていう競馬のスタイルがハマれば、その一つ足りなかった部分っていうのが補完されるんじゃないかなとは思っていますね、はいはい、なので、まあ、崩れないかなっていう意味で、この対抗評価ですね、安定感というところに関して言うのであれば、レシステンシアの方が、まあ、メンバーでは、一番上なんじゃないかなと思っています。はい、立川さんももちろん対抗というところには、ね、はい、名前を挙げていらっしゃいます。そうですね、私も、うん、あの外枠に入ったら、白三角まで落とすつもりだったんですけれども、はい、まあ、4枠7番引かれたら、まあ、動かせざるを得ないかなというところはありかなと、でまあ、昨年については距離短縮ローテッド外枠有利の馬場がはまった部分はあるんですけど、はい、この馬のいいところっていうのは、まあ、特徴っていうのは高速持続性に強いということで、速いラップをずっと刻んでいくようなレースが得意なんですね。なので本質的に、点に速くなる 1200m っていうのはこの馬には忙しいから向いていないというふうには思ってるんですけど、でそれでもあの点に速かったスプリンターズステークスで2着に来てますから、そこより点が今回は緩むことが予想される宗教の 1200m であれば、まあ、普通にこなせるでしょうねということで、まあ、対抗というところですね。はい、私の本命でもございますから一つよろしくお願いいたします。さあ、そして4投目、グレナディアガーズ、こちらは松田さん、黒さんからでございますが、はい、難しい枠入っちゃいました、ね、そうですね、僕週始めまでは本命も考えてました、はい、まあ、でもね、やはり一番最初にダイエットミックの時に申し上げたその馬場っていうところも、はい、このままちょっとわからない部分があるんですよね、道割れの実績がない、そもそも走ったことがないっていうところがあるので、なおかつ大外枠にいてしまってちょっと難しいかなと思うんですね、で隣がメイケール、はいはい、少しガチガチしたような馬が一つ隣の、一つしかも大外の一つ内の男にいるっていうのが、より競馬を難しくさせるんじゃないかなと思って、はいはい、3番手まで下げたんですが、ただこのままその一周回り切りの動きってものすごい良くって、
ビットのシルトレーの動き、もし、ね、映像でとかでちょっと見られる機会があるようでしたら、はい、ぜひあの皆さんもご覧になってほしいんですけど、最後の一ハローの伸びっていうのが、はい、まあ、10秒8っていうと本当にズキュンって伸びるようなあの形で、すっごい調整自体うまくいってるなというような感じがしますね。もともとマイル、でも行きたがるようなところがあるような馬でしたし、うん、まあね、そのね、阪神カップでもあのやっぱりあのちょっとスタートで立ち遅れるようなところがあったんですけれども、そこで少し行きたがるところがあって大外から突き抜けるっていうような競馬もしているので、そのスケール感が、まあ、ゆくゆくは本当にね、経験積んでいけばこの短い G1 で勝ち負けになるような馬だと思うんですけれども、ちょっと今回に関しては、はい、阪神カップの勝利も鮮やかでしたけれども、はい、バクとビッチワールと、うん、っていうところで、うん、ちょっと評価を聞かせてもらいました。なるほど、はい、はい、まあ、フェブラリーを制した福永ジョッキーと、ね、そうですね、はい、福永ジョッキーは、はい、まあ、全ジョッキーの中で、中京の 1200m、はい、100くらい以上乗ってるジョッキー、過去10年で勝率トップ、勝率トップ、調べたら先週時点で 20.5%、 5回やればグレナディアーズが勝つかもしれないんですけど、はいはい、今回はちょっと4回の方かなと思います。はい、いうことなんですか、はい、さあ、立川さんいかがでしょうか。実はですね、グレナディアガーズに関しては、うん、はい、私は、人気馬の中で一番消せる馬だと思っています。で、それには理由が3つありまして、はい、1つは、まあ、松崎さんもおっしゃったんですけど、まあ、やっぱり外枠だということですね。内枠有利のコースで大外枠を引いたということが1つ。うん、そして、距離短縮ローテなんですけども、うん、前走の 1400m ですらやっぱり10番手通過で追走できてないので、これがさらに 1200m になって追走できるのかどうかという心配があるというのが2点目です。で、3点目が、このままマイルチャンピオンシップの流れ、ちょっと今やや緩い流れで引っかかって、やっぱちょっと引っかかり癖がある馬なんですけど、それを距離短縮でうまく解消して構想したのが前走の阪神カップだということなんですね。なので、もう、そういう気象面のワンクール、改善するこのパターンが終わっちゃってるので、さらにこっから距離短縮して良さがプラス出るかっていうと、ちょっとそこはもう効果は終わってるんじゃないのっていう意味で、はいはいはい、まあ、今回グレナディアガーズはまあ人気の中では消したいなっていうふうに思ってます、はい、ね、はい、さあ、そして名経エール、さらにその一頭隣ということになりますが、こちら松田さん、はい、はい、まあ、能力は非常にある馬だと思ってますが、はい、こう予想する上でこの馬が走るって断言できる機会ってそんなにないと思うんです本当にやっぱりあの陣営の方たちの話とかをインタビューとかを見てても、本当にご苦労されてるなって思いますし、前走のね、あのシルクロードステークス勝ちましたけど、うん、あの時もバグだったり、うん、あの調整方法だったりともすごい工夫されて、うん、まあ、池田ジョッキーがこういろんな押し込んで内枠から、なんとか折り合わせて抜け出してるような競馬で、うん、じゃあ果たして次もできるのかって言ったら、うん、なんかそこに僕できますっていうなんか言える根拠がなくてで今回やっぱ外枠引いてしまったっていうのも思ってるんですよね、はい、前回やっぱり内沿いと内枠で折り合えたっていう、はい、まあ、あのニアンヘという馬が少しかぶせてきた時に、あの折り合いを書いた部分があったんですけど、そこでなんとか馬が我慢したっていうのはあるんですけども、うん、今回壁が作れない状態であの行ってしまったらどうなのかなっていうのと、やはり阪神中京の、1200m でなかなかこう外差しってあんまり効かない舞台なんで、最後外回るような本当気持ち良すぎる競馬してしまうと足止まっちゃうのかなと思いますし、ただね、去年 そのスプリンターズステークス自体はものすごい強い競馬してるんで、あの外からまくってくるような競馬だったんですけども、ただ能力的なものは、G1 級なんですが、自分の中で根拠がないというところで4番手です、はい、なんか勝つか飛ぶかどっちかのイメージなんですね、はい、なるほどね、はい、この名経営に関しては立川さんいかがでしょうか。そうですね、うん、あの全く同じ意見としかも言いようがないんですけど、ね、まあ走れば走る
でしょうから、やっぱりもう馬券としての使い方をどうするかだけの話だと思うんですよね。なので、まあ、気になる方は、3列目というか相手の1頭に入れておくのはいいでしょうし、この人気でその不安があるのであれば消してしまおうと思う方は消してしまえばいいんじゃないかなというふうに私は思っていて、まあ私はちょっとまあ外枠っていうところもあって今回は切ろうかなっていうふうに思っていますけど、まあ、あとはもう好みのになってくるんじゃないかなと思いますね。はい、ではその流れで立川さんには国のガウディに関してお話をいただきたいと思いますが、はい、まあ、国のガウディに関しては先ほどちょっとね、フリップでも出しましたけども、はい、まあ、2020年の幻のカーチューマで、はい、その時と、まあ、ステップ的には同じですね、その前の着順とかは違うんですけど、はい、まあ、前走で、1400m 線を先行して、今回距離短縮ロングということで、まあ、しかも得意の左回り、しかも中距離に変わるというところで、ちょっと評価をしっかりしておきたいなと思っています。なるほど。まあ、金層は右回り惨敗ばかりなんですけど、はいはいはい、そもそもやっぱ右回りはもうジェットスキーしちゃうぐらいの制御が効かない馬ですし、前走最下位はさすがに負けすぎに見えると思うんですが、苦手の右回り、かつ内枠、内拉致沿い有利の競馬流れの馬場の時に8枠でしたから、この大敗で最下位っていうのは、まあ、仕方ない、まあ、度外視していいだろうというふうに私は思っています。なるほど、はい。で、まあ、オープン勝ち2勝してますし、中京でオープン勝ち2勝していて、重賞でも2回馬券、まあ、高松の名金入れれば3回馬券に絡んでますから、やっぱり得意のコース、これも少しね、枠が外で11番枠なんですけど、まあ、やはり連覇ぐらいには評価しておきたいなと、このしかも人気ないですしね。そうですね、はい。ということで、4番手評価にしています。はい、松田さんにも伺っておきましょう。クリノガウディ。クリノガウディ、そうですね、僕はもう結構早い段階で消してしまいましたけど、まあね、3戦続けての2桁着順、そうですね、低いですね。岩田ジョッキーが乗ってた頃ですね、はい、中京で、去年かな、去年の5月だったかな、勝った時とかはレコードで勝ってるんですけれども、うん、その時はもうジョッキーがもうこれはもう仕上がってるぞみたいな感じで離されてての勝利だったんですけれども、はい、金層に関しては、まあ、乗り換わりとかもありましたけれども、うんうん、その当時のその爆発力だったりっていうのは少し消えてるかなという印象があるので、うんうん、これちょっと早めに消してしまいましたね。道歩でどこまで頑張ってくれるのかなというところです。はいはい。さあ、その他気になるところで私からちょっと伺っておくと挙げていいですか。サリオス、これはどういう評価になりますか。はい、僕は白三角を打っているんですが、はい、最内枠を引いて、まあ、その前にこうなんで 1200m を使ってきたかというところなんですけれども、うん、まあ、堀調教師がお話しされていたのは、もともと短距離志向が強かったというか、短距離向くだというようなお話、思いがあったそうで、はい、でどのタイミングで、ここのスプリント路線に舵を切るかというところだったんですけれども、サリオスって体がものすごい大きくて、530キロ以上あるまで、はい、まあ、前走の本校前に542キロだったんですけれども、うん、やはりこう夏の暑い時期っていうのが、汗をかいたりもするということで、あまり得意ではないっていう話なんですよね。となると、その夏の暑い時期から少しずつ調整ピッチを上げていって、スプリンターズステークスに行くっていうのはなかなか考えにくいというところで、やはり寒い時期で調整しやすい、はい、この高松宮記念というところに照準を合わせてきたというところなんですよね。で、まあ、満を持しての、1200m 起用というところなんですが、まあ、能力的なものは、ね、当然コントレイルというやはり三冠馬がいて、皐月賞ダービーと2着頑張ってきたように非常に高いものがあるんですが、うん、大阪杯ですよね、去年の5着に敗れてしまったレース、はい、このレースで、まあ、2番枠だったんですけれども、うん、すごい道割りのレースでレイパパレがここに抜け出すというようなレースで、早めに、ラッチ沿いを攻めていくような、上がり方をしていたんですけれども、あの時の走りを見て道割れってそんなに上手いわけじゃないのかなっていう印象を受けたんですよね。その適性とかはあるのかもしれないですし、
あの毎日王冠というレースを八重山で勝ったりはしてはいるんですけれども、うん、ちょっと荒れた馬場になってくると厳しさ、うん、厳しいのかなっていうところが、うん、僕はちょっと少しそこで評価を落としたかなと思います。ただ能力的なものでは、はい、あのやはり高いものがあるので、はいはい、どこまで頑張ってくれるのかなというところです、ね。はいはい、立川さん、サリオスは内枠、そして距離短縮同点になっていま す, そ う, すそうですね、はい、サリオスはそうなんですけども、はい、まあ、あのだいぶ遡って、朝日杯ところまでさあの遡らないと、はい、それほど、ね、速い点の速度を追走した経験ってないんですよね、しかも最近はしっかり、点も緩むレースっていうのを使ってきたところもありますので、うん、上がりの方が速い、いわゆる後継のレースが多いですので、はい、まあ、ここで急にスプリント戦に対応できるかっていうと難しいかなということが1点と、うん、はい、結構あの高松宮記念って、内枠は有利なんですけど、うん、かぶせられてしまう最打ちっていうのはやっぱりどうしても1枠は位置が取りづらくて、走りにくいっていうところもあるので、まあ、それで4番人気とかになるのであれば、うん、やっぱり消した方が常に消した方が美味しい馬なのかなっていう気はしてるんですよね。はい、はいはい、なのでちょっとあの軽視していますね。はい、わかりました。さあ、そして私が3頭目に挙げさせていただいたその隣のナランフレーグ、これは松田さんいかがでしょう。いや、これ穴場だと思ってます。はい、はい、あのシルクロードステークス3着、はい、これ正直2着欲しかったんですよね。あ、はい、オーシャンステークスでなんとか賞金加算して、宮城県使えたんですけども、うん、正直なところこの一戦が余計だったなというのは思っています。はい、シルクロードステークスの前では少し余裕、はい、余力残しというか、まあ、宮記念に向けた馬の作り方もしていて、はい、やはりこう詰めて使いたくないのでここでなんとか賞金を加算してっていうようなところの起用だったんですけれども、うん、そこだけがネックなんですが、ね、あの陣営、まあ、あの宗像調教師もそうですし、はい、まあ、主戦の丸田ジョッキーもいつも常々お話されてるんですけども、はい、左回り特に中京の 1200m だとこの走りが変わるっていう話をされていて、まあ、もちろんその、ね、シルクロードに関しては少しやっぱり届かなかったっていうのはまだその上積み残しの部分で、競馬をしていたっていうのはあるんですが、うん、はい、こうやっぱ 1200m 左回り1200での伸び足って素晴らしいものがありますよね。ただその馬は徐々に良くなってるなっていうのは思わせたのは、うん、まあ、オーシャンステークスの2着でもあったんですけども、はいはい、右回りの戦だと、うん、やっぱり3、4コーナーで少し追い出したっていう馬が置かれがちになるんですよね、うん、他の馬たちがペースアップした時にこの馬も一緒に加速しようと思うんですけれども、やっぱり一拍遅れてしまうようなところがあって、で それが前走はなかったんですよね。同じようなシューっていう風に加速してって、はい、最後はまあ際どいところまでジャンダルムの2着に迫ったっていうのは、うん、まあ、右回りを克服したっていうところが、うん、このままのその良化と成長っていうところになってくるかなと思うので、うん、まあ、6歳、明け6歳になってますけれども、はい、まだまだこのまま成長してると思いますし、うん、まあ、繰り返しになりますけれども、うん、一戦余計だなっていうのはありますけれども、うん、左回りの 1200m、この中京の舞台で、一押し、うん、あるかもしれない。はい、紐ですね、はい、僕は。はい、いや、いいコメントちょっと私伺いました。立川さんにも伺っておきます。はい、私も白三角打っています。はい。安間アナのヒットだと思っていて、今ね、中京得意って話もありましたけど、うん、これもやはりナラフレグっていうのは、手に遅い馬なので、うん、発走地点が上り坂で、点が緩みやすい中京っていうのはやっぱ向く、追走面で向くってことだとは思うんですね、はい、なのでヨト短距離ステークスとか、はい、クラマーステークスとか、他のレースに比べて位置取れてるんですよね、うんうん、なので、今回も多分丸田ジョッキーなんで腹くくって、追い込みにかけるとは思いますが、内枠でコーナーで、4コーナーのスパイラルカーブでうまくポジションさえ埋められるでしょうし、腹くくってインつくついたら結構面白いぞというふうには思っておりますね、はいはい、さて
その他どうでしょうか、ここで触れていない馬でこの馬に関してコメントさせてくださいみたいなのがあれば伺いますが、松田記者いかがでしょうか。そうですね、うん、7枠13番のトゥラベスーラ、はい、これも多分穴人気すると思うんですけど、面白い馬だと思います、はい、まあ、前走が22キロ走の492キロでの出走だったんですけど、はい、それ7歳なんですけど、それが丸々パワーアップしたのかなっていうような感じする競馬でして、はい、ダイアトニックがスルスルっとこう最後に一番狭い最内の一頭分を抜けてきた、その後ろから伸びてきて、なんとか2着っていうような感じだったんですけども、まあ、末脚の爆発力はこのままかなりものあると思ってますし、はい、まあ、去年もね、道ありの、高松の宮記念で、4着まで、はい、追い込んできてますから、能力的にはこう足りてもいいかなっては思ってます、はいはい、今回はね、上積みも、前走がやっぱり9ヶ月ぶりっていうかところもあったので、ここは上積み込んでいいかと思ってますし、はいはい、楽しみだと思いますね、はい、この方も減点要素は少ないかと思いますね。高松の宮記念が人気そんなにこう上がってきてはいない、はい、っていうところもね、はい、走れば走る方の本在だったら結果が伴えば人気してくる方なんですが、前走でもまだ9番人気なんで、まあ、ここもね、 G1 である程度メンバー揃ってるんで、はい、しないので、こういった馬が、3着とか2着とか来てくれると、はい、いい配当引っ張ってきてくれるし、はい、ちょっと楽しみだなと思います、ね、はい、さあ、立川さんからはありますでしょうか。そうですね、足りない足りないと自分で言っておきながら、うん、やはり、前走先行している距離短縮馬の最内枠にいるサンライズオネストについては、中央三角を回したいなと思っていて、はい、まあ、足りないと言っても前走を、うん、ダイアトニックに 0.4 秒差、うん、でトラベスーラに 0.3 秒差ですから、うん、まあ、そんなに、離されてるわけではないということと、うん、その2頭はね、インを通った、イン内立ち沿いを通った馬ですけど、サンライズオネストはね、もうちょっと高めを通っての、まあ、3着なので、うん、まあ、足りないとは思いますけど、まあ、万が一内をうまくさばけて、内が圧倒的に優位な馬場になった時に拾っておきたいなと思うので、サンライズオネストはちょっと押さえておこうかなと思っています。はい、武豊騎手とのコンビで2戦目というところになってまいります。さあ、では改名挙げていただきましょうか、はい、お二人よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっと被せますね。はい、はい、ではまず松田さんからお願いいたします。はい、まあ、僕は本命の、14番ザイアトニックカードのマレンですね、はい、うん、新聞の紙面上でも、印7頭に流しているんですけども、はい、これは印若い順に、入れました。マレンはもう、14番から、はい、1、2、4、7、13、17、18、うん、まあ、対抗がレシステンシア、黒三角が18番グレナディアガーズ、はい、で星がメイケエール17番なんですけども、はい、それ以外の馬たちは白三角なので、少し薄めに、まあ、白三角っていうのはちょっと人気数ばっかりなんで、はい、あくまで抑え程度で考えています。はい、ナイトオン9も入ってますね。そうですね、このまま道歩非常に得意で、まあ、札幌だったり、洋芝でもしっかりと結果出してるんで、はい、まあ、どこまでこう馬場が、残るのかな、あの道歩が残るのかなっていうのがあるんですけども、ハマってくれればまだまだこの馬やれる力があるかなと思ってますし、はい、はい、楽しみにしたいと思います。さあ、では立川さんお願いいたします。はい、私はこうなっております。うん、まあ、前回もそうでしたけど、まず単勝は買っとけということで、はい、ロータスランドの単勝を買います。それに加えて、まあ、レシステンシアロータスランドから、上位4頭ですね、ダイアトニック、クリノガウディまでに、馬連を、まあ、流して、うん、で、あとは、3連複で、1列目にロータスランドレシステンシアで、2列目にプラスダイアトニッククリアクリノガウディ、うん、そして、3列目は、内枠との馬と距離短縮ローテの馬を中心に、はい、薄く流しているというような概念になっております。はい、これもかなり破壊力がありそうな感じがいたしますね。はい、私の方はですね、ちょっと買い目というのは書いておりませんけれども、いつも1頭だけちょっと残しておいて、お二人の予想を聞いてからもう1頭加えるっていうのをちょっと前回やらせていただきましたが、今回も味を占めて、この書きました3頭に今回加えるのは
ダイアトニックでございます。ありがとうございます、ね、松田さんの二重丸でもありますし、この辺りね、田島さんもでも黒三角を見せていただいてますから、はい、ほぼ本命です。この4頭のボックスであれば当たっちゃうかな。今回もちょっと楽しみにしたいと思います。どうもでは皆さんありがとうございました。高松の宮記念の予想をいたしました。さて続いてはですね、明日の勝負レースに移りたいと思います。さあでは松田さんから伺いますよ、はい、まずは高松の宮記念当てるの前提ですが、また3戦3勝なるかという勝負レース、はい、中山の10レースですね。中山10レース、はい、新京ステークス、はいはい、本命馬なんですけれども、はい、ソウルラッシュですね、うんうん、はい、今連勝中なんですよ、このマイルになってから、はい、このマイルの勝ち方の内容がものすごい強くて、あの2走前はもうほぼ馬なりで外から突き抜けるような感じで勝ってしまって、うん、まあ、前走が、八重山の中山だったんですけど、はい、あのこちらも結構 楽な感じというか、まあ、結構味のある競馬で勝って、うん、2戦とも上がり3波の最速で勝っていて、はい、でこの2戦とも走破時計というのは本当に優秀なんですよね、はい、なので、まあ、今回ね、うん、ちょっと間隔が空いて久々っていうのはあるんですけれども、うんうんうん、中間今週の最終追い切りで、まあ、リッドシーフットで、ラスト11秒切ってきて、まあ、10秒9って本当にかなりのいい切れ味を見せているんですよね、うん、なので、まあ、その調整過程とか見ても、はい、まあ、久々ではあるんですが力出せる出来でもありますし、はい、その2戦のパフォーマンスを見ても、昇級してもここでやれるんじゃないかなと思っています、うん、はい、はい、これ結構相手それなりに揃ってはいるんですけど、なんとなく硬いかなと思って僕印ってるんですけど、はいはい、はい、まあね、年明け最初のレースにはなりますけどね。そうですね、はい、まあ、ね、こうブリンカーとかもつけたりとかしていろいろ工夫してきた中で その結果を重ねてきたので、はいはい、大丈夫だと思います。はい、3ヶ月ぶりになります、はい、これも買い目って書いてらっしゃってましたか。はい、お願いします。はい、じゃあ、はい、買い目がですね、馬連で、7点ですね、はい、これも新聞の紙面上ではそのまま印流してるんですけど、はい、これも若い順で馬連で8番から3、4、5、6、10、13、14ですね、はい、ちょっとあれですね、相手はウィン・シャーロットっていう馬なんですけれども、まあ、ウィン・シャーロットと、ソウルラッシュって一緒にレース走ってるんですよね、去年のプレミア12月25日だから、はいはいはい、その当時の1、2着馬なんですけれども、そのウィン・シャーロット自体は今回そのソウルラッシュとの重量差が当時は2キロだったんですけど、うん、今回3キロに広がるっていうのもあるので、うん、まあ、当時0秒1差だったので、まあ、互角の評価でもいいのかなと思っています。このままマイルも得意なので、はいはい、熱めの感は生まれる中でも、3番との38を少し集めたんですね。はい、ありがとうございます。さあでは立川さんの勝負レース教えてください。お願いいたします。私はすいません、うん、若干人気のところになってしまいました。結果的には中山12レースを、はい、中山12レースですね、はい、はい、このレースまず、どんなレースかということの話から始めさせていただければと思うんですけど、はい、でもレース室を内枠先行短縮で取っているレースです、うん、でなぜそうなるかということでなんですけども、中山の芝、今雨降ってますけど、はい、2014年かなに路盤工事をしてから、だいぶ水はけが良くなっているんですね、はい、雨の後はすごく馬場が内から乾くことが多くて、雨の後って拉致沿い有利になりやすい傾向がずっと続いています、はい、で例えば2週前の中山の馬場って外まくり馬場だったんですけど、先週雨が降って乾きかけの馬場になったら内枠先行有利がすごく強く出て、スプリングステークスもフラワーカップもスピカステークスもあの日の、芝 1800m って1枠1番が全部勝っているっていうようなぐらいラス沿いに先行有利になってしまうんですね。で今回も土曜の雨が乾いていく馬場、はい、でまあ、ということで日曜はラス沿い先行有利が強く出るだろうということと、やっぱ中山芝 1200m っていうのは、
まあ、下り続けるレイアウトでもあって、内枠が先行して、主導するようなバグになってしまうと、外枠の馬っていうのはどうあっても、もう押し上げるタイミングがなくて走れないレースになってしまうので、このレース、見ていただくと分かるんですけど、内枠に先行馬が揃ってるんですね、はい、多分2枠2番のマウンテン娘が逃げて、その後を1枠1番ルミナスライン、3枠3番ワンスカイ、あとは4枠のスイーツマジックが追いかけていくというような対列になると思うんですけど、こういう内からせり出すようなバグになると、まあ、外枠としても基本的には走れない対列になるので、まあ、ここは、その内枠から狙って、走れないはずの外枠の馬が何が来るのかっていうのを、人気数拾った3連単で、ちょっと勝負したいなっていうふうに綺麗にね、1番、2番、3番とこう来て、はい、その他の3着、ね、そうですね。で、まあ、120は、1番のルミナスラインなんですけど、はいはい、この馬結構ね、ずっと構想してるんですけど、はい、人気になりにくいタイプの馬ではあるんですよね、うんうん、なんで今回もおそらく、他の馬に人気を譲って1番人気とか2番人気にはならないと思うんですけど、うん、まあ、基本的に逃げるとそう簡単に止まらない馬キャラで、控えても競馬ができるタイプなんですね、はい、逃げか番手で競馬をした時っていうのは7戦して2勝2着2回3着1回と安定していて、まあ、大敗したのがあるんですけど、その時は差し有利の流れになった時だけなんですね、うん、なのでこの並びであればおそらく番手、うん、悪くても3番手までは確実に取れるので、うん、まあ、前走ね、思いのほか位置取れなかったんですよ、4番手とかだったんですけど、はい、それでも普通に構想しましたので、今回も期待しようかなというふうに思っているところです、はいはい、で、まあ、対抗のマウンテン娘は、まあ、普通に、この中では天の速度がトップなので、まあ、逃げるのはこの馬ということは間違いないので、うん、あとはこの馬を誰がどの馬が捉えるのかというレースになるので、まあ、内から乾く馬場を生かして、まあ、馬券圏内には残してくれるかなということ、うん、そしてワンスカイ3番手ですけども、まあ、この馬は、うち2頭が先行馬だというのがすごい並びが良くて、行った後ラツ沿いに潜り込める、うん、つまりうちの 2,3 列目を追走できるっていうことですね、はいはい、先人にも実績ありますし、距離短縮ローテ持続力を保管しつつ、いい位置を取れるということであれば、まあ、最後にバグを割って、あるいはちょっと外に持ち出して、刺してきてくれるだろうということで、うん、3番手とかそのままにしています、はい、ということで、買い目がこんな感じですね、はい、単勝の、まあ、また あんまり人気ならない、そん、まあ、人気なんですけど人気の割には結構つくと思うんで、1番の単勝買い、1、2、3番の馬連ボックスを抑えつつ、はい、3連単で1、1着固定、2番と3番を2列目に置いて3列目手広く、はい、その裏っていうのの24点、はい、これで、勝負したいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。中京の 1200m 戦の後は中山の 1200m 戦で締めくくろうという予想でございました。はい、さて今度はですね、そういった勝負レースあるいは G1 レースの前に朝一でちょっと稼がせてくださいというレースを教えていただきます。朝一厳選予想は松田さんからお願いいたします。朝2ですね。朝2、はい、中山の2レース挙げていただきました。中山の2レースです。はい、はい、K.I. ユニバース、 K.I. ユニバース、はい、しました、はい。まあ、前走がね、初めての 1200m ではあったんですけれども、はい、こう歩行位に追走させながら、うん、砂をかぶる競馬を経験させた上で最後伸びてきてるんですよね、うんうんうん、今回ね、続けて 1200m 使えるっていうことで、はい、ここはもう本当に前進要素しかないかなということで、あ、まあ、その前進要素って言ったらもう勝ち負け生まれの圏内、はい、ということしかないんで、うん、ここはもう本当にか一点勝負しようかなと思ってるんですよね。はい、で対抗の相手なんですけども、はい、はい、まあ、これ改名しました、ね、はい、36、はい、オーブラックという馬を相手に挙げてるんですけども、はい、まあ、実際この馬 KI ユニバースにオーブラックの方は先着をしてるんですけども、こちらもですね、うん、以前は逃げ一辺倒の競馬をしてたんですけども、うん、前回に関しては番手の競馬を経験させてるんですよね。前目の位置で、まあ
幅を広げさせたというか、選択肢を広げた、競馬をしたのがオーブラックで、で先ほど申し上げたケアユニバース本メンバーの方に関しては、うん、距離を短くして、まあ、レースの幅を広げたという2頭なんですけども、うん、でこの2頭なんで生まれ一点にしたかっていうと、はい、あのやっぱり走破時計が非常に優秀なんですよね。中山 の, この3歳の未勝利両馬場の中では、はい、この日って、まあ、当日僕も競馬場に中山競馬場にいたんですけども、結構風が強くて、であの時計がかかるような展開ではあったんですけれども、はい、まあ、1分12秒台前半で2頭とも駆け抜けてくれたというのもありますし、まあ、実際この横の並びのメンバー見ても、うん、まあ、両馬場の時計比較であったらこの馬と、うん、あのこの2頭が1位2位というのもありますから、うん、はい、単純にこうスピード決着になろうとも、パワーのいる展開になってもこの2頭の、ワンツーで決まるんじゃないかなと思います、うん、はい、4倍ぐらいですかね、生まれるね。それを朝拾って、はい、はい、1日競馬を楽しみたいかなと、ね、はい、はい、思っています。10時25分発送の中山2レース、はい、朝一でございました、松田さんです。さあ、立川さんの朝一厳選は、はい、私が朝一ですね。中山1レース中山1レースでございます、はい、このレース、ダート 1800m のレースなんですけども、このレースを選んだ理由っていうのは実は、はい、あのちょっとありまして、従来から中山のダート 1800m って、含水率が高くなると追走力が求められるコースになりまして、はい、まあ、結構時計が速いっていうのがあるんですけど、はい、距離延長ローテの馬が結構構想するっていうのが、目立ってたんですね、はい、ただ、それでもまあ普通、まあ、走ってるなぐらいだったんですけど、この1回開催以降に関しては、完走した馬場でも結構時計が早めだったこともあって、距離延長ローテの馬が結構穴を開け続けていたと、はい、でどれぐらい開けてたかということなんですけど、まあ、こんな感じですね、これがポンと見えますかね。中京は中山ダート 1800m の今年に入ってから単勝10倍以下の人気数が、はい、どれぐらい走ったかっていう目安なんですけど、はい、同距離ローテが副賞率 7.9% に対して延長ローテは 14.4% と、ね、倍近い交差率があるわけですね、はいはい、単勝回収率も 96% とだいぶ 100% に近い、控除率をだいぶオーバーしてますし、副賞回収率も79% とだいぶ高めの数字になってますね、はい、数字になってますので、はいはい、まあ、この距離延長ローテのは、まあ、明日だいぶ湿った場で行われると思いますので、ここを狙っていきたいなというふうに思っております。分かりました。でその対比該当馬というのが、1枠2番の、はい、ハッピーバレーですね、うん、できればあの内枠の方が成績が距離延長馬の成績っていうのがいいので、うん、まあ、あの想定レース室としては内枠先行延長というふうに言うんですけど、はいはい、これで、まあ、ハッピーバレーは距離延長ローテで前走差し引きっていうローテなんですけど、はいはい、延長ローテの中でも特に前走差して、はい、今回先行するというパターンが一番期待値が高いんですね。お、うん、で前走のハッピーバレーのレースっていうのは、東京だと 1600m らしく外枠が恵まれたレースの中で内枠だったんですよ、うん、それでまあそれなりに走っている、頑張っていますし、2走前にですね、1200m の芝から 1800m だったような距離延長というローテで構想しているので、一旦1回延長ローテで構想しているという下地もあるので、うん、ここは信用して延長を決めてくるというふうに、思って本命にしました。うん、はい、で対抗のカルバドス9番についてもこれも距離延長ローテの前走差しという、ね、ローテーションになっていまして、まあ、新馬戦は逃げ番手馬が 1,3 着するような流れを馬群の外目から差して5着してますから、まあ血統的にも乾いた馬場より湿った馬場の方が良さそうなバトルパンサンクですし、うん、ここも前進は大きいんじゃないかなというふうに見て、で3投目バンブリッジに関してはちょっとこれは特殊なんですけど、芝ダート代わりなんですね。で芝はやっぱりダートより、点の速度出ますんで、
ダートに変わって点の速度が落ちるということは、うん、実質距離延長ローテと同じというふうに捉えて、はい、まあ、今回推奨していると、はい、まあ、10月デビューして、12月使って3戦目休み明けなんですけど、やはり今の相手の弱い未勝利、うん、あの未勝利戦という弱いメンバー出がらしのメンバーですから、うん、それにその中ではやっぱ休み明けの馬たちってだいぶ有利動力上位であることが多い、うん、ということもあって、まあ、ダートは終わりなんですけど、うん、ここはまあ3番手に評価して、うん、延長ローテみたいなものだというふうに捉えて、買ってみようかなというふうに思っているところです。はい、で、もう一つポイントがあって、人気を背負うのがハローサブリナという馬が多分一番人気になると思うんですが、8番の、この馬が実はですね、前走を、うん、前々走からの距離延長ローテ、まさに 1600m で指す競馬をして、うん、1800m に距離延長して先行して2着という、うん、今言ってた、はい、レースをしてるんですよ。なるほど、はい、でその恩恵があっての、はい、構想だったということと、その前走というのは1、3番手追走馬が1、3着したという先行有利のレースだったので、はい、かなり恵まれての構想だったということを考えて、まあ、1枚今回は落として捉えたいなということもあって、うん、このレースを選びました、はい、なるほど、ちょっとこれ楽しみな感じですね。さあ、では買い目をお願いします。買い目はそんな感じになりますね、はいはい、まあ、これはそこそこ多分原因があると思うので、はい、2番のハッピーバレーと9番カルバドスの単勝2点を買いますというのと、はい、その2頭から、印を打った、まあ、15番のバンピッチ、8番のハローサブリナ、あとは、芝代わり、芝ガダート代わりの2頭、14番のレーブリノエル、はい、12番のナンギョリリー、うん、はい、というところに、生まれんと、3連複のフォーメーションで流すというような馬券で、朝一ちょっと稼ごうかなというふうに思っています。お二人の、ね、予想のタイプ的にこう、ね、一点勝負の松田さんと、穴でガツンと行く立川さんで大きく分かれますけれども、これ9時55分でこれ当てたら一日なんか気持ちゆったりと見ていられそうな感じがいたします。お金余りそうですね外れても。はい、はい、ありがとうございました。さて、ではですね、今回 の、 配信でではですね、 YouTube の方でご覧になった方に関しては音声トラブルがありましたけれども、大変本当に失礼をいたしました。現在は解消されているということかと思います。では改めてここでですね、高松の宮記念の予想をもう一度皆さんにご覧いただきたいと思いますので、掲げていただいてよろしいでしょうか。予想の方、はい、ということになっておりまして、では、最後の選挙演説じゃございませんけど松田さんから一言お願いいたします。ダイアトニック4番の本命にしたんですけれども、はい、勝ち方を知る安田厩舎が今年もここ勝ちに来たのはこの馬でということで、はい、2020年ですね、3着に負けてしまったのは直線で不利があったっていうのが、ありまして、その不利さえなければ勝ってたなと思って、うん、今でも僕は思ってます、はい、で2年を経ってなんですが、その間に骨折して、まあ、完全復活するまで道のりは長かったんですけど、うん、前走の阪急杯勝って、はい、完全復活ということで、まだ気持ちも体力的にもまだまだ7歳にはなったんですけど分かって、はい、まだやれると思ってます。7歳まで国内で勝った馬ってまだいない、いるのか、金シャンさんの奇跡が勝ったのはいるんですけれども、それ以来になるので。確かにね、はい、そうですね、香港から来たエアロベロシティっていう馬がいるんですけども、ただでも7歳になっても全然この馬に関しては戦えると思ってますので、はい、はい、勝負したいなと思ってます、はい、しっかり6番人気ですね、ストーリーを語っていただきました、ありがとうございましたさあ、では、立川さんお願いしますか。はい、うん、ロータスランド本命なんですけど、うん、まあ、繰り返しになりますけども、前走先行していて距離短縮ローテで、道割る実績もあって、差しに回った時の実績もある、うん、そして一桁馬番と、これだけやっぱり買う条件が揃ったら、もうやっぱりここから心中してもいいかなっていうふうに思っているところではあるので、はい、まあ、前回ね、のリベンジをこのロータスランドで
果たしたいと思っております。やはり、やはりこのコーナーの中での敗戦というのが多くの仕方だったんですが敗戦って言うほどじゃないんですけどね、まあ、やはりね、G1 レースを当てるか当てないかって大事なところ。ではそれを踏まえての買い目の方もお二人お願いいたします。途中からご覧になった方もね、はい、もう一度ここで確認していただければと思いますけれども、まずは松田さんの買い目はこういうようになっております。はい、7点ですね、はい、14番から数字若い順に、マレン14の、1、2、4、7、13、17、18ですね、うん、はい、これで、まあ何番だっけな、7番と17番と18番を少し厚めに買おうかと思ってますね。はい、ありがとうございます。お願いします。そして田川さんは。はい、私は、ロータスランドの単勝とレシステンシア、ロータスランドを中心に、うん、馬連と3連複フォーメーションを組んで手広くというふうに買っています。はい、でまあ、回収率調整するのに若干レシステンシアからの配分は多くするかもしれませんけど、まあ、でも生まれに関してはロータスランドレシステンシアの1点はかなり厚めに買うと思うので、はい、そこからで回収できたらいいかなと思ってはいます。はい、はいはい、これ今私がちょうど本命対抗に挙げてるのを厚めにっておっしゃっていただきましたね、はい、ありがとうございます当たった気持ちになってまいりました。さあ、ではここでですね、高松の宮記念プレイバックと参りましょう。まあ、明日のドラマを見る前に、かつてこんなシーンがありましたというのを皆さんにお披露目していただければというふうに思いますけれども、松田さんからお願いしてよろしいでしょうか。はい、はい、この馬ですね。はい、まあ、この馬も安田厩舎の馬なんですけれども、2013年、勝ち馬、はい、ロードカナロアですね。はい、これはどういう思い出が。そうですね、日刊スポーツで G1 の週になると、うん、はい、今は少しコロナでちょっとやり方を変えているのがあるんですけど、はい、一つの G1 を1週間1人の記者が担当するんですよ、毎日連載という形で、はい、ずっと追っかけていくんですけれども、まあ、この2013年の高松の名記念はも僕が担当していたレースであって、はい、まあ、自分としても、まあ、前年のスプリンターズステークスもそうだったんですけども、うん、まあ、ずっとロードカナロアっていう馬を追いかけていて、うん、まあ、現役時代から非常に好きな馬だったんですけども、はい、で、まあ、当然ここで上げてるってことは本命にしたっていうことなんですけど、はい、週中のお話を関係者の方々に伺ってる時っていうのが、はい、もう勝負気配っていうのはものすごい高くて、安田調教師にお話を伺っている時も、はい、これも実際に自分が原稿でも書いたんですけども、レースのイメージどうですかって言ったら、もう一着でゴールすることってはっきりと口にされてて、まあ、ものすごい自信があって、はいはい、で、まあ、岩田ジョッキーにもお話を伺ってたら、まあ、当時人気があった馬ではゴールドシップっていう馬がいたと思うんですけども、まあ、カナロアはゴールドシップと同じで、勝ち続けないといけないようなタイプの馬なんだよっていうような話をされてて、うん、なのでこう負けるっていうところをまず、想定してないっていうか、まあ、馬の能力を本当に信頼して馬を作り切ってきたっていうところが、はい、取材のところから、伺ってたっていうところと、うん、であともう一つは、まあ、馬券的なお話なんですけど、はい、もう岩田直近にライバルどれですかっていうのが、一頭だけドリームバレンチだよって、はい、実際に決着も本当に1着ロードカナロア、2着ドリームバレンチだと、で僕も馬券、いろんな馬券を買ったんですけれども、はい、馬連よりも枠連の方がちょっと高くするんですよ。11番と12番ですね、2頭を挟まったんですけども、馬連は470円だったんですけど、枠連は480円で、直前までオッズを見て、もう岩田さんを信じて、つぎ込んで、で、まあ、中京競馬場だったので、名古屋にちょっと一泊延泊して、翌日お伊勢回りをタクシーでして、で家に帰るっていう、もうカナロア様々というか、はい、非常にやっぱりすごいレース内容もすごかったんですけど、最後突き抜けちょっと出遅れしたところでペースも遅くて、はい、当日の1000万条件、今の2勝クラスよりもちょっと緩いペースだったんですよ、それでちょっとヒヤッとさせるような道中だったんですけど、それでも勝ち切ってしまったんで、はい、まあ、前年に香港で勝ってる、まあ、名実ともに世界最強スプリンターの1頭だったんですけど、それが実際に実力をここにも示してくれたっていうのと、はい、まあ、自分の財布を膨らませてくれたっていうので、はい、非常に思い出深い1頭ですね。1頭というかレースですね。は
連泊してお伊勢参りタクシーって聞いただけでどのぐらい潤ったかというのがなんか伝わってきましたね。はい、ありがとうございます。さあ立川さんの高松宮記念の思い出お願いいたします。はい、松田記者が、いい思い出で残ってるのに対して私は逆ですね、あの嫌な思い出が残っている出ました。高松の2020年、はいはい、何度も話に出てますね、ガウディの興奮、ね、したシーンを、はい、うん、これ、ね、準備してくださってありがとうございます。カツポーズの写真なんですよ。でまあ、いくつかこれ要素が詰まってるんですけど、まず、まあ、2013年に新膠着制度になって以降、はい、まあ、その前ってやっぱり、川上プリンセスのエリショとか、ブエナビスタのジャパンカップとか膠、はい、着 G1 でもあったのもあったんですけど、うんうん、それ以降13年以降ってだいぶ膠着するのが少なくなって、なんだろう、だいぶ厳格になったよなみたいなことをもう思いながら見ていた、はい、この G1 で一着は膠着するんだっていう驚き、本当かよっていうのがあって、うん、ちょっとまずびっくりしたっていうことと、はいはい、このダイアトニック、この時、被害を受けた馬なの、この黒い帽子の馬なんですけど、はい、北村雄一ジョッキーですけども、前走阪急杯で、うん、実は自身が膠着加害馬になっていて、うん、まあ、川田ジョッキーにすごい激起こされたっていう、何やってんだってもう怒ってる音声が聞こえたっていう噂のレースがあって、今回ね自分は被害者になるんだっていうことで、はい、因果応報ってあるんだなっていう、神様見てるんだなっていうののことを感じたっていうのがまずもう一つですね。あとこの時に勝ったのが、うん、モズスーパーフレアっていうね、さっきもちょっと話出てたんですけど、はい、すごくケレミのない逃げを打つ、まあ、ユニークな馬で、まあ、ちょっとアイドル的なね、うん、捉えられ方をした馬が、うん、まあ、こういう形で勝ってくれたっていうのは、まあ、嬉しかったなって、まあ、膠着で自分はこの後も話しますけど馬券は外れたんですけど、これはめでたかったなっていうふうに思ったというレースです。で一番やっぱ悔しかったのが、はい、今日の高松の宮の予想でも前走先行の距離に短縮っていう話をしてましたけど、はい、まあ、この年も同じような予想を私はしておりまして、まあ、それに該当していたのがダイアトニック、そしてクリノガウディだったので、はい、まあ、この時のレースダイアトニック本命もで3番手クリノガウディという馬券を組んでいて、うん、まあ、道中見てる間では3列目にモズもいたし、うん、2列目にグランも置いた3連単とかも持っていて、どうあってもこれ当たるんじゃないって思っていた馬券がまさか3、4着になるんだよこの2頭がっていうことで、ね、外れたっていうのがすごくショックで、うん、すごく心に残っているというレースですね。逆に今日この場で吐き出してしまおうという感じ、ね、これを、まあ、はい、今年の高松の宮記念でリベンジ、ね、あ、ここでリベンジもまた出てまいりました。はい、はい、トロップの方にダイヤソニックとありましたけれども、正しくはダイヤトニックでございます。はい、ありがとうございました。さあ、そして私の方はですね、こちらになります。はい、まあ、中京開催は実況する機会がないんですけど、これは2連覇した方の2011年の金車の奇跡になりますが、阪神競馬場の写真にはなりますけど、そのやはり前の年ですよね。実況アナウンサーにとって何がプレッシャーかというと、距離が短いレースでなかなか言いにくい馬名っていうのを何度も言わなければいけないプレッシャー。ただここでまあ G1 取って翌年もってこうなってくるとね、もう強いのは当たり前っていう部分で言い慣れてはくるんですけれども、実況アナウンサーの方も本当に中京ね、担当された方ご苦労あったろうなっていうのと、実は2009年の阪神カップで私この金車座の奇跡3連単で大当たりをいたしまして、過去最高配当がこの金車座絡みだったんですね。ただ残念だったのは、どちらの馬券も持ってたんですけど2着同着だったんですよ、うん、なので配当が若干ちょっと下がるっていうんですか、まあ、両方当たってるからトータルではある程度戻ってくるんですけれども、個人の記録としては伸ばしきれなかったという悔しさがございますということで、簡単に高松の駅伝を振り返らせていただきました。さあ、では改めてですね、
プレイバックが済んだところで第52回高松の宮記念の予想をもう一度皆さんお願いいたします。確認していただきましょう。今回なんか私はね本当に皆さんの予想にかなり近いようなことを挙げているような気がするので嬉しいんですけども、ではもう一度松田さんから一言お願いいたします。はい、はい、まあ、ダイヤとに本命なんですけれども、うん、このまま道悪でもパフォーマンスをそがれることがないっていうのは、はい、あの2年前の3着、まあ、不利はありましたけどもそこを証明してますし、はい、あの7歳になっても能力の、衰えっていうのは一切ないかと思ってますので、まあ、中間もね、販路で、ワトジョッキーが付きっきりになって調教してますから、はい、状態はさらに、上積みもあると思ってますので、うん、ここは、勝ち切ってほしいですね。はい、では続いて立川さんお願いいたします。今のね、プレーバックにも出たダイオトニック、クリノガウデイにも出てますし、はい、まあ、同じようなステップで来ているロータスランドっていうのを今回本命打っておりますから、はい、ここはしっかりね、あの日の配当を取り戻させていただければと思っているところでございます。はい、はい、どうもありがとうございます。私はね、3頭事前に自分の予想だけで上げさせていただいて、そこに最後に1頭ダイヤトニックを加えるということで、これでより勝利に近づいているのではないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございました、皆さん。さあ、そしてここからはですね、私ことで恐縮ではございますけれども、今回この配信のプロデューサーの熱い思いに応える形で、フジテレビ卒業実況メモリアルというちょっとお付き合いいただけますか、お二人ね、すいません、はい、私も35年のフジテレビ生活3月31日でもって、お別れということになるんですけれども、まあ、入社してまさに最初に就いた、仕事は競馬の仕事でした。1987年のメリーナイスのダービーから、見るようになったわけなんですけれども、そこから実況を重ねた中で過去を振り返ってちょっと思い出に残ったものを順に挙げていきたいと思います。まずこちら、はい、まあもうね、奇跡の東海帝王と最後は言われる馬ですけれども、そのまだ皐月賞も迎える前の東海帝王若葉ステークスを挙げさせていただきました。1着東海帝王、そして2着に朝吉入って関東馬にクラシックの夢ないのでしょうかという実況をしてしまいました。今振り返ってどうしたの時東海帝王をもっと膨らませておかなかったんだろう、無敗で皐月賞へもっともっとなんかね、父に続くぞとかなんか言っておいた方が良かったのに、頭の中馬券しか当時ないのですからなんでここで関西馬同士で決まっちゃうのみたいな、3着社交グレードで関東馬だったと思うんですけれども、心の声がですね思わず実況の中に反映されてしまい、そしてそれがですね、当時あの深夜に、フジテレビでカルト Q っていうのがあったんですけども、その競馬をテーマにした問題の中にこの私の実況のこの若葉ステークスが出てくるんですよ。それで回答者の方にこの後実況は何て言ってるでしょうか、早押しどうぞって言ったら、ある一人の回答者がポンとして関東馬に詳しく言えないのでしょうかおいおい、それ俺のセリフだからみたいな、テレビ見て思わず身を乗り出した記憶がございますが、はい、覚えておいていただけてありがとうございましたというまず一つ、はい、それからですね、さっきからなんか私馬券の話しかしてませんけれども、はい、馬券絡みでこちら皐月賞です。2002年、ノーリーズン、理由なき反抗とは言わないでくれノーリーズンって言いながら、私馬券単勝で持ってまして、理由なきどころか来てくれて本当にありがとうノーリーズン思ってることと全然違う実況をしてしまいました。であの、まあ、当時からですね、あの本馬場入場には一頭一頭どんなに人気薄でも何か歌い上げる要素があるんであれば、コメントに入れていこうというようなことを私自身も実践しておりましたので、その時の多分本馬場入場と同じコメントは実況後に上がっていたかなというふうに思います。単勝万馬券、ただ失敗してしまったのは、谷のギムレットが人気だったと思うんですけれども、その馬連馬券は私持ってたんですよ。なので結果花さの3着に敗れた谷のギムレットまでも合わせて自分は持ってるぞみたいな歌い上げをしたんですが、足元をタイガーカフェに救われてしまいそちらの馬連は持っていませんでしたと
っていう。またなんか馬券の反省で行ってしまいました。この辺りはどうですか、なんか。いや、多分僕、東海帝王だとちょっと古すぎるとは思うんですけど。ノボリーズンは、うん、何かで、多分フジテレビさんで、ええ、繰り返しやってるじゃないですか。あ、はい、それで見てると思います。あ、そうですか、ノボリーズン。赤羽ステークスの実況は、ええ、ちょっとさすがにカルトピューそうですよね、はい、そうですよね。はい、ということでございました。で、最後なんですけれども、やはりね、2005年の日本ダービーディープインパクト、秋の京都に衝撃は引き継がれますという形で締めさせていただきました。これはあの皐月賞ダービーと両方実況させていただいて、まあ、皐月賞ではまず一冠という実況をして、そしてダービーで、秋の京都に衝撃は引き継がれますというふうに伝えてですね、最後一番おいしいところの菊花賞は関西テレビの馬場アナウンサーに持っていかれてしまうんですけれどもあの、まあ、ピッチャーとしてね、先発中継ぎとパーフェクトピッチングを、まあ、自分の中ではしたかなみたいな手応えあって、最後ちゃんと抑えのエースの馬場アナウンサーをまとめてくれたことで、一つの試合ディープインパクトっていう完全試合ができたかななんていうふうにもね思っているのと同時にですね、これ実は三宅アナウンサーが実況してもいいダービーの順番で、私自身まだダービーしてなかったんですけど、その当時やっぱりね、三宅アナウンサーチーフだったんですが、やっぱりダービーって一番緊張する舞台だから、こういう圧倒的な一番人気がいるときに実況をするっていうだけでも気持ちが落ち着くよみたいなですね、先輩からも偉大なアドバイスをいただきまして、それでやはりディープインパクトという部分で、そういった意味ではね、一番人気がしっかりこう決まっていると気持ちはこう落ち着きますよね。まあ、だからこそこの実況のさらにその先どんな形でこうまとめようかみたいな想像も膨らんでですね、自分自身としては本当に先輩にありがとうございますと改めてこの場で、お礼を言いたいというふうに思います。ということで、ここでどうでしょうか、まあ、あえて後輩の立場でみたいな振り方を立場さんにしちゃいますがこんな先輩見てどんな風に思いましたですか。かっこいいですよ本当に無理無理言わせちゃったりとかしちゃってますけれどね。はい、ということで皆さん本当に長いことありがとうございました。以上でございます。はい、さあ、では気持ちを今度はもう一度明日の高松宮記念に切り替えて、そしてですね、松田さん、立川さんにはこれお台場競馬王2回目でしたけれども、ライブ配信の感想も伺っておきたいと思いますが、松田さんいかがでしたでしょうか。そうですね、あの前回フェブラリーステークスと、はい、今回高松宮記念というふうに、うん、出させていただいてますが、はい、まあ、今のところ 100% 継続して、そうですよ、はい、まあ、結果をね、出し続けるということも大事かなと思います、はいはい、明日は、馬券をちゃんと、買って、まあ、皆さんもぜひ予想乗っていただけると、嬉しいかなと思います。中山2レース4連勝かかりますけれども、はい、1点勝負で大丈夫ですか。大丈夫だと思います点数増やします、はい、面白かったなるほどね、あ、自信持ってじゃあここでね、そうですね、2レースとかね、はい、はい、立川さんいかがだったでしょうか。はい、私も2回ね、呼んでいただきました、うん、ありがとうございます。すごく、ね、緊張したんですけど、生放送ということでね、だいぶ慣れてき、たかなというふうには思います。ただね、私はね、まだ一発も当たってないんで今回はパーフェクト決めたいなと思っておりますので、はい、ぜひご期待いただければと思います。だって立川さんのあの馬券買い目でパーフェクトなんかしちゃったら1回でどのぐらいの金額になっちゃうんでしょう。今まで一番手応えあったってどんなあれとかってあります？手応えが、はい、手応えというか結果を残したみたいなというと、どうだこれみたいな。そうですね、はい、あ、ちょっとパッと出てこないです、ごめんなさい結構たくさんありますけどね。もう本当そうですよね、はい、はい、ということで、明日立川さんは朝一が1です、9時55分、松田さんは10時25分、そして勝負レースの方も、ありまして、準メインレースで松田さんで、立川さんは最終レースがありますから、当然そのメインの高松宮記念と合わせてですね、結果の方も楽しみにしたいと思います。そして本日の配信ではですね、始まって冒頭 YouTube でご覧の皆様には音声の不具合があるということで大変申し訳ございませんでした。ではここで BS スーパー競馬の告知も入れさせていただきます。明日午後3時から
BS 富士では BS スーパー競馬を放送いたします。どうぞそちらの方で高松宮記念、その馬の興奮というのをテレビでお楽しみください。お台場競馬王、競馬予想の頼れる男たちとともにお届けいたしました。1時間半でございましたけども、どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしてご覧いただいた皆さんもありがとうございました。